はい、皆さんこんにちは、SPU のデュータです。今回は iOS 7の方でもようやく録画できるアプリが出ましたので、そちらの方を使っていきたいなと思います。では早速ランクマッチゾーンコントロールの方をやっていきたいと思います。なかなか繋がらないですね。お、繋がった。ランドフォールゾーンコントロールをやっていきます。ランドフォールはですね、アルファとチャーリーが重要な鍵です。それじゃあやっていきます。使う武器はユフィア、インターベーションのパックをつけてます。どこに向かって前にいる。このマップは、マップじゃない、マッチはだいぶ進んじゃってますね。こっちの味方が A、B、C 全部取っちゃってますね。今回はお試し動画みたいにしたいと思います。お二人いる。この今の打ってる仕方なんですけど、意識の中ではタップ打ちをしていまして、2発3発ごとに区切って打ってるんですけど、それをすることによってクロスファイアの広がりが最小限に抑えることができるので、中断率がとても上がり、手早く敵を倒すことができます。ただ中距離と遠距離に限られたことで、近距離の場合、こういう場合に関してはフルオートで当てる方が有効だと思います。おー、うまい。レーダー見てたんですね。もう僕が上がってくると同時に来ましたね。うまいなぁ。うるさい。この子が上がっちゃいますね。もう、チームバランスがすごいひどいですね。モダンコンバット4あるあるですね。いつも、ランクマッチのチームバトルがひどい。チームバランスが悪いですね。意外とこの動画アプリはサクサク、前のレコードマイスプリングとかよく撮るんですね。よし、今回はとりあえずこれで終わりにしたいと思います。これから時々実況動画を上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上、SPU デュータがお送りする初の実況動画でした。